はい、こんにちは。パーカッションの高文です。ゼロから始めるパーカッションボンゴ編。この動画では、ボンゴのヒールトゥーのやり方について解説していきます。ヒールトゥーができるようになりますと、ボンゴからいろんな音色を引き出すことができますので、演奏表現の幅が広がります。あとですね、楽に早く叩くことができるようになりますので、ぜひこの動画でマスターしてください。はい、ヒールトゥーとは正確に言うと、ヒールとトゥーのセットです。で直訳すると、かかととつま先ですよね。で、パーカッションなんで当然手のひらのことです。で、ボンゴにおけるヒールトゥーとは手のひらの2箇所を使って座面を楽に2回叩く奏法になります。はい、このヒールトゥーができると何がいいかというと、まあ第一に楽に発音することができます。この普通のオープントーンとはちょっと違った音色になるんですが、タタ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 とですね、非常に楽に発音することができます。またヒールをしながらもう片方の手で叩いたり、トゥーをしながらもう片方の手で叩いたりすることによって、ボンゴの音色をいろいろと変えることができます。あとは慣れてくると、ヒール、トゥーと連続して2打、楽に叩くことができますので、早く叩くことができます。だったりみたいな感じです。で、他のパーカッション、例えばコンガとかカホンにもヒールトゥーと呼ばれる奏法がありますけれども、それぞれですね、パーカッションによって微妙にヒールトゥーの奏法が違いますので、今回解説するのはボンゴの場合のヒールトゥーと思っておいてください。はい、ではやり方の解説です。まず手のひらを見ていただいて、親指ですね。親指の付け根から先まで。この指紋がある真正面よりも少し側面といいますか、外側の部分ですね。だいたいこう一直線になるところがあると思うんですけれども、この部分をこの座面の真上から当てる。これがヒールになります。で、反対側、残り4本指の先端。まあだいたいですね、指紋の中心かちょっと上ぐらいを揃えて、この座面に当てる。これが to です。で、手をこう、パタパタと動かすことによって、ヒール to、ヒール to と叩きます。で、この動きは楽器がなくても練習できますので、まずは楽器なしでやってみましょう。両手を軽く開いた状態にしていただいて、まずは親指同士をくっつけます。こう先から根元までですね、ピタッとくっつける。なんでしょう、鳥の影を作るみたいな感じでくっつける。これがヒールですね。で、次、残り4本指同士をくっつけるんですけども、まあ大体指紋と指紋がピタッとくっつくように。で、4本指はですね、軽く閉じて揃えてあげるとやりやすいと思います。指紋と指紋をピタッとくっつける。これがトゥーです。で、ヒール、トゥー、ヒール、トゥーと交互にやります。ヒール、トゥー、ヒール、トゥー。ヒール、トゥ、ヒール、トゥ、ヒール、トゥ、ヒール、トゥ。で、こう左右の動きがですね、対称になるように動かしてください。こうどっちかが極端に、大きく動いてしまったりしないようにして、まあ、左右、対称に、綺麗に動くように。で、なるべく楽に楽にですね、当ててください。こう。思いっきり全力でやる必要はありませんので、もう楽にトン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 と当てていくと。はい、体の動きとしてはこの親指側と残り4本指側を交互に押し出す感じになるので、若干ですね、こうひねる運動になります。ただこの腕の回転、ドリルのような回転だけでもダメだし、この手首を使ってこうパタパタと倒すだけでもダメで、この半々の動きを合わせたようなひねりになります。何かドアノブを持って開けたり、こう鍵を開け閉めするような動きのまま、この親指側と4本指側ですね、両翼になって動かすことができれば、かなり楽に早く動かすことができます。で、このままヒールトゥーですね。はい、ではこの手でパタパタやっていた動きをそのまま楽器に移します。本当にもうこの動きのままやってください。ヒール、トゥー、ヒール、トゥー。
で、手を当てる位置はですね、まあ、目安としては大体座面の中心、直径上に親指が乗るところをヒールとするといいと思います。で、このまま楽に回転させて、当たるところが2ですね。ただ手が大きい人とか指が長い人はですね、もしかしたらこう、2をやるときに座面からはみ出てしまうかもしれないんですけれども、そしたらですね、若干腕を自分の側に引いて、座面上に2が着地できるように調整してあげてください。はい、では一緒にしばらく練習してみましょう。手元に楽器がない人は、こう手のひら同士を合わせて練習してみてください。まずは右手からやってみます。ヒール2、ヒール2と交互に。ワン、ツー、せーの。続いて左手いきます。ワン、ツー、せーの。ヒール、ツー、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 ヒールの時とツーの時、大体同じぐらいの音量になるように調整してやってみてください。はい、では続きまして、このヒール2をリズムパターンの中に組み込んでみたいと思います。まずはですね、タッ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 っていう音型を叩きます。やり方は右手でオープン。その後が左手でヒール2。で、オープン、ヒール2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 。タッ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 っていう音形ですね。できる人は早いテンポにも挑戦してみましょう。タッタタ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 、ワン、ツー、せーの。はい、では次はもう少し難しいのいきます。タッタカタ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 ってですね、3連携が入ったリズムです。こんな感じです。オープン、オープン、ヒール2、オープン、オープン、ヒール2、オープン、オープン、ヒール2。オープン、ヒール2で、タッタッタと3連で叩きます。ではこのタッタカタっていう後に3、4と右手で高い、低いと叩いてみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、フォー、ワン。タッタカタタッドゥ、タッタカタタッドゥっていう感じですね。これは非常にボンゴらしいボレロというリズムになります。では、速いテンポで使えるリズムパターンやってみます。こんな感じです。1、2、and T、4、1、2、and 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 T、4。1、3、4は右手で高い、高い、低いと叩きます。で、2の時に左手でヒール2ですね。1、2、and T、4、1、2、and T。これは前回やったっていうパターンを簡略化したものなんですけれども、こう右左でずーっとですね、速いテンポで叩いてると疲れてしまうので、こう
ヒール2で楽をするというような感じです。で、聞いた感じもですね、かなり軽やかに聞こえると思います。はい、では最後に右手のヒール2を取り入れたパターンをやってみたいと思います。こんな感じです。ワン、ツー、ティー、フォー、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 ワン、ツー、ティー、フォはい。というわけで今回のレッスンは以上になります。お疲れ様でした。ヒール2ができると、より早く楽に叩くことができるので、たったかたったかたったかっていう音型だったり、たったかたったかたったかたってですね、早く細かい音型を叩くことができます。で、今回やらなかった音色を変えるという奏法、これはまた次回以降にやっていきたいと思います。はい。こんな感じでこのチャンネルはパーカッション情報やレッスンなどを配信しておりますので、ぜひチャンネル登録して活用してください。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。